空間。空間とは、建築、哲学、物理学、数学、地理学、社会学、等々において用いられており、意味、説明は分野ごとに異なるので、それぞれ説明する。自然哲学における理解を解説する。アリストテレスは、自然学の基礎的概念として、事物の場所、トポストポスとしての空間概念を用い、物事の運動。 キニーシスを説明した。トポスは接触面として諸元素に対して能動的な作用を及ぼす実在であって、それぞれの本性により、火は髪型に、土は火砲の場所へと運動するとした。後に、アリストテレスの自然哲学は、クラウディオスプトレマヨスの天文学と合体し、性質的なサイト、階層構造を持つ有限宇宙が想定された。結果界には、 月下界特有の性質、法則があり、月の向こう側の空間には、そこ独特の性質、法則があると考えられていた。空間というのは、位置によって性質が異なると一般に考えられていたのである。人々は、空間は位置により、性質が違うから、地上のものは落下するが、惑星は落ちないまま円運動を続けている、と考えていた。空間は、 相対的なものであった宇宙論を参照。ルネ・デカルトが1633年に執筆した宇宙論の原稿においては、物体とは独立の空間を認めており、運動というのは空間の中のある位置から別の位置への移動として簡潔に定義できるものでった。だが、この書はデカルトの生前には出版されなかった。出版は死後である。 その後のデカルトの可動説によれば、空間には隙間なく目に見えない何かが満ちており、物が移動すると渦が生じている、物体は渦によって動かされている、と説明された重力を説明する古典力学的理論を参照。自然哲学者アイザック・ニュートンは、上述のデカルトの可動説は本で読んだものの、その体系に相当無理があると気づいていた。 ニュートンは一般に公表はされなかったものの、重力及び流体の平行についてという書きかけの思考、自然哲学の数学的諸原理が出版される、相当前に書かれたものを残しており、そこでデカルトの可動説を名指しで批判している。そして、その思考で、場所とは物体が占める空間の一部とし、静止とは同じ場所に留まること、運動とは、 場所の変化であるとしていたただしこれは公表されなかった。ニュートンは古代以来の場所により空間の性質が異なるという考え方に変化を持たすことにもなった。ニュートンは天界の惑星の運動と地上の物体の落下が同一の仕組みによっても足られているとしても説明可能だと見抜き万有引力の法則を公表した自然哲学の数学的諸原理。ニュートンは ユークリッド幾何学を用いて自らの理論体系を構築した。当時人類が知っていた幾何学はユークリッド幾何学だけであった。よってニュートン力学においては空間は無限に広がる三次元のユークリッド空間と想定れていることになる。自然哲学の数学的諸原理の冒頭部分の定義に続く箇所において絶対空間と絶対時間という概念を導入した。 そのネイチャー本性において、外界のいかなるものとも関係がなく、常に同じままで不動のと説明されている。ニュートンの力学体系では、空間は均一の性質で広がるものと想定されるようになり、絶対空間と呼ばれたのである。また、ニュートンは同著において、その説明に続いて、絶対運動及び相対運動について説明を行い、 バケツの中に水を入れ回転させる実験の説明を行った。また、ニュートンは宇宙の空間のすべての位置、点がすべての天体の位置と質量を知っているということから、空間というのは神の感覚中枢、セネソリアムデーであると述べた。神は絶対性を有しており、宇宙のあらゆる空間に神はあまねく存在している、偏在しているとしたのである。工学、 ライプニッツは空間というのは同時に存在する事物の秩序と捉えた。空間は表彰と表彰との関係によって定義されるとした。よってライプニッツの考えではニュートンが言うような絶対空間というようなものは否定した。絶対空間と相対空間の考え方について議論が行われた。絶対空間は英国の自然哲学者ニュートンが唱えた。 空間概念で連続的で均質な無限の広がりを想定している。これはドイツのライプニッツによる批判の対象となった。ライプニッツは相対空間という概念を提示した。ライプニッツによれば空間とは諸物の関係であり、空間の存在はその中の諸物の関係を幾何学などにより合理的に説明できれば証明されるとした。これは空間の性質を 諸物の位置並びに位置相互にある距離として表現するものであった。ニュートン及びその支持者とライプニッツ及びその支持者の間には激しい論争が戦わされ何度も書簡、第一から五書簡のやりとりがなされた。ライプニッツの第二書簡においては宇宙における物質の量に関してニュートンを批判しつつ真空などという概念はないときっぱりと否定した。 ライプニッツはその理由として、宇宙に物質の量が多ければ多いほど神の力と知恵を行使できる機会が多いのだから、物質のない、うろな空間はあり得ない、とした。第五書簡では、水銀を入れたガラスのチューブを用いたトリチェリの実験、六百四十三年も引き合いに、出し、アリストテレス主義者やデカルト主義者らの見解も提示しつつ、空気を抜かれたガスのチューブには、 光線が通過することからして小さな穴が開いているに決まっている。そしてその穴は空気は通さないけれど磁気などの希薄な流体を通すのであってガラス容器の中にはそのような微小な物質が詰まっていると考えるべきであると述べた。ライプニッツのこの説明は現在の物理学における磁場などの目に見ることも触れることもできない場の概念を先見するものだったとも評価されている。 第四書簡では、万有引力についても攻撃し、離れた物体同士が全く仲介する、物なしで互いに引き合うとか、ある物体の周りを物体が回る、接戦方向に進んでいくことを妨げるもがないのに、そうならないということも超自然的だ。このようなことは、物事の本性からは説明できないと非難した。ライプニッツの支持者らも、ニュートンの万有引力の理論を、 オカルトと非難した。ニュートンは、ニュートン力学を、三次元ユークリッド空間、すなわち、すべての方向に無限に広がる、果てしのない均質なもので物質の存在から、独立した、空虚な容器であり、やはり均質に空間や物質とは切り離されて、存在し進行する時間がある、という大前提のもとに記述した、いわゆる、絶対空間と、絶対時間、時間。 ニュートン力学での時間も参照。19世紀後半には、ニュートン力学の再構成が盛んになり、できれば、絶対空間という概念、仕組みは抜きで運動を理解しようとする試みが盛んに行われるようになった。なぜなら、例えば、マクスウェルの方程式、1864から、高速はいかなる観測者からも一定、という、 絶対空間と絶対時間という枠組みから見ると奇妙な結論が得られる。そういったほころびが目立つようになってきたからである。エルンスト・マフ派、1838から1916は観察されることをそのまま記述する方法で科学を再構築することを構想しており、ニュートン力学体系における絶対空間や 絶対時間の概念を形上学的な要素の残りかすだとして否定した力学の発展史。また、カール・ノイマンやルート・ビヒランゲは、ニュートンのように先に空間と時間を仮定してから運動を定めするのではなく、反対に観察される運動と運動の法則から、完成形という基準形の構造を構築しようとした。絶対空間と呼ばれるものを見たり認識したことがある人は、 未だかつて誰もいなかったのである。マッハの思想は口述するアインシュタインに影響を与えた。ローレンツは絶対空間においてエーテルが静止しているとし、宇宙は絶対静止しているエーテルと運動する家電粒子からなるとする宇宙論によってニュートン的な絶対空間の概念を表示していた。この考え方を支持する人は多く、地球のエーテルに対する運動の効果を地上で 測定するという実験が繰り返し行われた。マイケルソン・モーリーの実験である。実験結果は、エーテルの存在を証明するものではなかった。ローレンツは、運動する時計は遅れるとする仮説と、運動する物差しは収縮するとする仮説によって、実験結果も受け入れつつ何とかして、エーテルの存在を認め続けようとした。アルベルト・アインシュタインは、 ローレンツの考えとは異なった観点から着想し、すべての完成基準系は対等であって、特権的な基準系はないとする仮説と、あらゆる完成基準系において、真空中の光の速度は一定であるとする仮説によって、ニュートン力学の理論体系を組み直し、空間と時間に関して新しい考え方を提示した相対性理論を参照。ここにおいて、 空間は時間と連関して扱われることになり、四次元の時空という概念が現れた。アインシュタインの一般相対性理論以来、重力は空間の歪みと考えられ、空間は極率がゼロのユークリッド空間ではなく、一般にはリーマン空間で表されることになった。そして重力の源は質量であるので、空間は内部の物体とは無関係に存在する。 単なる容器ではなく、内部の質量自体が、空間の構造に影響を与えていることになる。エドウィン・ハップルらによって、島・空、銀河が遠ざかっていることが発見されてからは、やがて宇宙は一定であるとする定常宇宙論以外に、宇宙が膨張しているとする、ビッグバン仮説が通し、両者は拮抗するようにもなり、やがて、ビッグバン理論の支持者の割合が大きくなった。 宇宙論を参照。また、量子力学では、真空も何もないのではなくエネルギーを持つと考えられるようになった。例えば、ディラックの海、カシミール効果を参照のこと。現代の物理学においては、アインシュタインが空間からエーテルを追放したと説明されることも多いものの、その代わりに、現在のところ、電磁気の場や重力の場、量子上、 ヒックス上など、一部の物理学者はともかくとして、一般の人々には不可解な、場が空間には満ちている、という説明体系になっているのである、電磁場、量子上、ヒックス上も参照。そして、理論物理学者らが、統一上理論を作り上げようと努力、格闘している。だがそもそもその試みがうまくいくものなのか、どうなのか、はっきりしたことはわかっていない。 古典的には物質が存在しない物理的空間を真空と呼んでいたが、現在の物理学では真空の概念も複雑化している真空を参照。現代の自然科学者は物理学における空間を物理的空間、数学などにおける空間を抽象空間と呼ぶこともある。数学においてはある集合を入れ物に特定の条件を構造。 特に幾何学的構造として入れて、幾何学的対象と考えるとき、入れ物となる集合を空間、空間と呼ぶことがある。その場合、集合のもとは空間の点と呼ばれる。入れ物となる空間に複数の構造が考えられるときには、構造ごとに異なる空間があると考えることが自然であることも少なくない。この場合、空間とは入れ物となる集合と、 その集合の上に定義される構造との組みのことであるとして考えていることになる。集合と条件から合理的に構成される空間を特に中小空間、中子用空間と呼んで具体的な空間と区別することがある。例えば、ベクトル空間は線形演算の定義できる集合という条件で定まる中小空間のことだが実数全体のなす集合 R のような 具体的な空間が、ベクトル空間の構造を持つかどうかということとは、特に、ベクトル空間の行為のみによってその性質などについて、統一的に論じることができる。空間に定義される、幾何学的な構造とは、例えば、近さ、向き、位置関係、広がりのようなものがそうなのであるが、座標や関数のような、通常は大数学的な構造であるとか、 解析学的な作りであるとみなされるようなものも一部に含んでいる。ホモトピーやホモロジー、コホモロジーは空間やその幾何学を計算のしやすい大数形によって捉えるという大数的位相幾何学の思想に基づく産物である一方、不変量として空間を規定する幾何学的な構造の一種であると捉えられる。ユークリッド空間は空間のひな型として 幾何学的な構造を様々に含んでいる。例えば、近さについて、ユークリッド距離と呼ばれる距離関数によって、距離空間の構造を備えている。空間の中の図形が閉じているとか開いているとか、あるいは、広がり具合に関して限界があるとか、繋がっているとか離れているとか、収束、発散とかいった概念は、ユークリッド空間であれば、距離の言葉で解釈して、 論じることができる。一般には距離を定めることのできない中小空間で近さを論じるために位相空間や一様空間といった中小空間の類いが定義される。また、ユークリッド空間上の関数やその解析枠はユークリッド空間の局所的な振る舞いを明らかにし、微分構造を備えた多様体としての姿を浮き彫りにする。それは座標による表示を通して、 空間上の微分が存在する節空間のベクトル空間としての構造とその張り合わせとして捉えることもできる。特に三次元空間では空間の向きや距離をベクトルの内積や外積などによって把握するベクトル解析が詳しく展開される。位相空間は回集合や閉集合の全体がどうなっているべきであるかを明らかにすることで定義されるが、それによって 他の多くの幾何学的な構造が統一的に調べられる非常に広い空間概念である。一方、関数や収束、発散あるいは完備といった空間の解析学を展開するために必要な性質は一応空間の性質として理解されることも少なくはない。多様体の場合に限らず集合上の関数の集まりは空間の持つ情報を様々に写し取るために それを空間と相対的な存在の空間とみなすようなこともしばしば行われる。こういった関数空間の考察は多くの場合大数的な道具を空間の研究に導入する便宜を提供することになる。空間に対して空間上の自己純動系の作る作用素感などの関数感及びその上の家具を新たな空間として考えたり、 非可換観上の幾何学を展開する場としての、非可換空間を、通常の空間の変形版みなす、非可換幾何を考察したりといった直接的な影響に、とどまらず、点の集まりとして定義される空間という、点集合論を超えて、詳細な情報を得るには点の不足している空間に、対して、関数空間の大数的な情報によって、元の空間の情報を引き出したりするようなこと、あるいは、 中小大数的な構造物を積極的に幾何学的な空間として捉えるような大数幾何学的な思想が現れてくる。大数幾何学やその応用としての数論幾何学では局所コンパクト群であるユークリッド空間のようなよく知られた普通の空間のみならず、例えば位相空間として離散空間となる様々な限り群や離散群のような およそ図形とは思えないようなものが各所で重要な意味を持つなど興味深いたくさんの抽象空間が扱われる。社会科学において地理学は空間をその論理契機として数用な位置に据えている。地理学的空間、地理学用語としての空間は地表部の一部を指し、三次元空間を地理的要素が分布する二次元的広がりに転用して用いる。 一般的に地帯地方地域地区領域などと呼び、地域計画の分野では、地理学的空間を立地空間として捉え、土地利用、土地所有、家屋分布、道路網、景観等の基礎調査で三次元空間を二次元空間に置き換えることがなされて、踏襲している。相対空間の距離が、輸送費、移動に伴うや、事業所、社会集団の立地点として、また、 絶対空間の広がりが、需要空間や国土領域などとして捉えられ、その理論体系に重要な役割を演じている。新しい経済地理学は、物理的空間と、経済、社会との連関を、経済社会による空間の包摂として捉え、均質な物理的空間から、異質な経済、社会空間が生産出る過程を、この包摂過程から体系的に説明している。 経済、社会は、その容器として、絶対空間を、必ず重要しなければならないが、絶対空間は同時に、連続性を持ち、その中に存在する物体や主体を関係づけて、均質化してしまう。このため、市場主体や社会集団の自立性は損なわれる。これが、絶対空間の形式的法説である。これを否定するため、経済、社会を支配する主体は、 空間を仕し切って、市場主体や社会集団の自立性を回復しなければ、ならない。これが、誘拐化という、絶対空間の実質的包摂の過程である。例えば、最近市場原理主義の下で語られる、コモンズの悲劇の問題において、コモンズ、入会地、共有地は、形式的に包摂された絶対空間であり、これを誘拐化して、各区画を私有とすることは、 市場経済への絶対空間の実質的、包摂である。経済、社会はまた、その主体の活動位置の特定のため相対空間も、重要しなければならない。だが、相対空間は同時に、距離の性質を持ち、活動する主体を引き離す。このため、市場など経済、社会組織の統合は困難となる。これが、相対空間の形式的包摂である。 これを否定するため、経済、社会を支配する主体は、相対空間の各位置を結びつけて、市場主体や社会集団の統合を回復しなければ、ならない。これが、空間統合と呼ばれる、相対空間の実質的包摂の過程である。しかし多くの場合、空間統合は二次元の平面の広がりが作る距離を一次元の線分の集合たるネットワークによって否定しようとする。 行為であるので、新幹線や高速道路の建設は、この空間統合をより効率的に行う試みであるが、高速交通手段であるほど単位距離あたりコストがより多くかかり、ネットワークが素になるので、空間の不均質性はかえって拡大してしまう。これを空間統合のパラドクスという。これらの絶対、相対空間の実質的包摂を通じて、物理的空間上に、 不均質性を持つ、経済、社会の空間編成が刻み込まれる。これが、空間の生産である。特に、生産された空間が、可視的な物体の形を取る場合、その空間のシステムとなった相対を、建造環境と呼ぶ。また、物理的、現初的空間と生産された空間の編成との、相互、並びに、実質的包摂の結果生産された領域と、 空間統合との相互が全体として絡み合った空間を相関空間と呼ぶ。造園計画やランドスケープデザインの対象となって創出されたり、または環境保全されたり、景観操作された一つのまとまった構造を持つ空間を造園空間を言う。ここでの一つのまとまりとは、周囲を囲まれたその つまり物的なまとまりとしての空間だけを指すのでなく、景色や風景として一望できるまとまりある構造をも指している。造園空間の特徴をその空間構成の形式の点から建築空間との比較で言うと、一つ目の特徴は屋根のない床や壁による構成であり、すなわち外部空間であることが挙げられる。二つ目の特徴は空間の構成要素が生命ある植物や水、土、 石といった自然材であること、三つ目に空間構成の観点が用途系に例えられるように、機能と外観のデザインが相互調整に置かれる子が挙げられる。造園空間の指摘展開を空間事例で挙げると、フランスやスペインでは宮殿の庭園として発展し、イタリアではビラと呼ばれる別荘の庭園として、日本では寺院庭園等として、イギリスでは 狩猟園地としてのパークや共有地としてのボストンコモンが都市公園として展開してきたことを知る。またアメリカ合衆国では近代都市公園と国立公園としての自然公園が発生、展開した。現在日本で成立している造園空間を示すと個人庭園から交換庭園までを含む隠し庭園、都市公園に代表されるが遊園地、スキー場、 ゴルフ場、別荘地までを含む各種レクリエーション空間やリゾット空間、並木道や緑道から高速道路造園といった交通系の造園空間がある。これらの造園空間はそうした空間が立地成立する地域空間の序列を備えていて日常生活圏域で見受けられる造園空間からより広域的な圏域に数箇所限定して成立するものまである。また、 造園空間の土地所有や運営、経営の面から見ると、公的造園空間と私的造園空間とがある。社会学における空間分析において決定的な影響を与えたのが1960から1970年代の空間論的展開である。空間論的展開によって、空間は社会的活動にとっての基本的な素材とみなしつつ、 同時に、社会的に生産されたものと考えられるようになった。従って、例えば、社会空間は、この両義性を含み合わせた概念として使用される。この流れを生み出したのは、アンディル・フェーブル、ミシェル・ドセルとデビット・ハー・ベーラである。社会学における、社会空間論としては、マニュエル・カステルの、フローの空間論、アルジュン・アパデュライの、スケープ論がよく知られている。 哲学、地理学、社会学からの派生、応用になるが、ユネスコが世界遺産や無形文化遺産に考え方を反映させている。人間の空間認識は、空間を表現する言語と関係が深い。縦と、横、前後、左右、上下など、空間の関係に関する言葉はたくさんある。大小、長い短い、太い細いなど、 空間を占める状態を表す言葉もたくさんある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。